ハンボルト軍はアメリカ合衆国アイオワ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は9815人であり、2000年の1381人から5.5%減少した。軍庁所在地はダコタシティ市であり、同軍で人口最大の都市はハンボルト市である。ハンボルト軍は1851年に州内では 面積最小の軍として設立された。軍名は、アレクサンダー・フォン・フンボルトにちなんで名付けられた。1855年7月1日、コスユス軍とウェブスター軍から一部領域が付加された。1857年2月26日、軍域は元に戻され、ウェブスター軍は土地を戻しては来なかったので、ハンボルト軍は12軍区のみで構成されることになった。1872年、 ハンボルト・カレッジが開設されたが、1916年に課税について軍と合意できなかったために閉鎖された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は453.73平方マイルであり、このうち陸地は434.41平方マイル、水域は1.31平方マイルで、水域率は0.30%である。 ハンボルト軍はその東西にある軍とは異なり、12の軍区しかない。1851年1月15日に標準の16軍区で設立されたが、1855年に一旦軍は廃止された。1857年2月26日に再設立された時、ホートドッジのジョンダンコ務ムが軍内南側にあった4軍区をウェブスター軍に 貸し付けるというトリックで活上させた。ローズミル公園のラトランドダム群内に、州立公園はないが、軍立公園はある。ハンボルト市の南フランクエーゴッチ軍立公園がある。この公園は、ハンボルト市の出身のレスラーで、世界チャンピオンになり、一度も負けなかったフランクゴッチに、ちなんで名付けられた。ゴッチの子供時代を過ごした、農園近くにあり、デモイン側の東支流と、 西支流の合流点にも近い。公園の中にはキャンプ場があり、以前は鉄道が通っていた橋もある。この橋はスリーリバーッズトレイの一部となっており、このトレイル自体がイーグルグローブから西のロルフまで通っていた鉄道の跡である。ブラッドゲート近くにウィロー、アクセスエリアがある。ここの森は深い。ラトランドの南にはローズミル公園がある。キャンプ場があり、 ラトランドダムやデモイン側の西支流に行くことができる。ダムは現在改修中であり、公園の大半は新しい。川は樹木のある石灰岩段街と草の多い岸で知られている。ジョーシェルダン公園のー部下流のハンボルト市近くにはオックスボウ公園があり、ボート乗り場や景観の良い開放地がある。公園の南端はアイオワ州道3号線であり、その南は ジョーシェルガン公園である。この公園は二つの部分に分かれ、一つはキャンプ場、一つはレクリエーションに使われている。この公園の底部からデモイン側の西流にアクセスできる。川に沿って下るとノコミスコとなり、森や小さな池が親しまれている。コットンウッドトレイルが通っている。リバモアの西にはロッツ公園があり、ロッツクリークにアクセスできる。 この公園にはベンチやピクニックテーブルがある。オットーソンの南にはオットーソン湿地中立動物管理地域であり、民間ではオットーソンポトルズと呼ばれている。ダコタシティの東にはダコタシティ側の公園があり、古いダムが近く本ボル。パイオニア近くにはパイオニアプレーリーポトル野生生物地域がある。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人口ピラミッドバークハイマー、橋半ボルト市北西にあり、1899年の建設である。ありがとうございます。